セナノア、セナノア、うーハッピープレイ、キラン。はい、皆さんこんにちは、石川ノアです。こんにちは、島袋先生です。はい。よくね、DM でいただきますよ。結婚生活どうですかとか、確かに、まあ、いろんなね、恋愛含めて聞かれますよ。お子さんはいつ生まれますかとか。確かに。ちょっと今言い方悪かったな。妊娠してるみたいな言い方したね。じゃなくて、いつ予定してますかとか。はい。まあ3年付き合ってさ、ときめくことってあるんですかとか。ちょっとリアルな話だけどね。ときめくことですか。ノアがときめくこと、例えば一発目で何答えるかによって結構変わってくるよね。いや、あのね、ときめく、いやいや、もうそのもう毎日ときめいてるよ。朝起きた瞬間からときめいてる。本当かよ。セイラの寝顔を見て、半目のやつ見て俺ときめいてる。でも嬉しいね、半目の寝顔でときめかれるって嬉しいね。ちょっとたまに乾燥してるかなと思って、ちょっとピッて閉じるもん。ドライアイ、ドライアイっつって。そうだね、別に俺嘘もつきたくないから、うん、あの正直に言うけど、やっぱりその知り合った時とはまたちょっと違うね。違いますよ、ときめきの種類は。やっぱりときめきの種類が変わったね。そうだね。あ、でも唯一変わらないものがある、ときめきで。何？ノアの顔。俺の顔変わった。うん、やっぱ好きだからなんだろうね。なんかふと見て、あ、かっこいいなって思うの。あ、うん。唯一変わらないもの。唯一変わらない。ってことだ。ちげえわ。ときめきでしょ。そこはなんか別に、そこはときめき変わった方かな。じゃなくて、それ言いたいだけ。言いたが理由なんだから、違う。そう、うん、そう、なんかわかんない。ノアさ、結構トイレ開けっぱなしでトイレしちゃったりするけど、そういうトイレしてる瞬間の顔でも、あ、かっこいいって思う私がいるのよ、私。うん、ね、とか、テレビ見てる、私ご飯作ってる。で、パッてノアが目に入ったら、あ、テレビ見てるのはかっこいい、みたいな、そういう感じ。いや、珍しいね、セナ、そんなこと言うと。俺二人でいるとき絶対セナ言わないからね、恥ずかしがりだから。そんなこと恥ずかしくて言えませんよ。そう、なんかこの場を借りて言わさせてもらうんですけど、ね、って思うよ、やっぱり。だから日常に、そういったら日常にときめき多いかもしれないね。うん、それは変わんないときめきかも。ドライアイっつって。ドライアイでちょっとぼやけてるのか、私。そういうことね。さあ、ときめきね。うん。あとね、ノアの、ノアってさ、なんていうの、車とか時計とかさ、そういうの好きじゃん。だからそれ、車に乗ってて、なんかすっごいテンション上がるの、この人。て、なんか車、なんか通りすがり、あーみたいな、あの車かっこいいみたいな。っていう時に、あのなんか無邪気に喜ぶ様が、ときめき。ときめく。ときめくっていうか可愛いなって思う。もうだって、その時ってさ、ピュアじゃん、もう完全に。まあね、うん、確かに。だからそういうのが好きなことやってる時は、私ときめくかもしれない。うん、ノアは俺、うん、いやもうせいだ、やっぱりね、何回も言ってるけど、やっぱりちょっと天然だよ。私天然って全く意識ないんだけど。いや、めちゃめちゃ天然だよ。いや天然じゃないからね、すっげえ。そこ右曲がるよっつったら左曲がってくんだよ。違う、右と左たまに間違える。確かに。いや、たまにじゃない、毎回だよ。うん、左っつったら右曲がるっつって。エスカレーターのエレベーターも刺激して。本当だよ。エレベーターが開くたびに降りんだよ。開くたびに。なんかね、降りたいね、衝動に駆られるの、すごく。本当にね。てか、まあ、そこは可愛いよ。もう、最初はちょっと、本当にやばいのかなと思ったけど、もう可愛いなと思う。何週か回った？ん？回って。100週間回った。あ、そう、うん。エレベーター押せないしね、毎回。リーチだって言ってるのに、毎回一回押すし。うん、あとは迎えに来てくれたりとかさ、まあ、ときめきっていうか、あ、なんか思ってくれてるなっていう、なんかすごい好きだなって思うことはあるけどね。うん、思いを持ってくれるとかさ。あとね、ときめくのはノアの胸毛。ここにときめいてる、私は。ああ、いつも胸毛さん、胸毛さん、ワイルドな、まあ、確かにすごくセクシー、ときめきだよね。ときめき、確かに、うん、毛は大切にしてほしい。自然体だよ。自然体でいてほしい、うん、かなって私は思ってるよ、はい。
ね、うん、ね。気が少なくなってますよ。これはちょっと夫婦の危機じゃないですか。いや、そんなことないよ。そうですか。ときめき？いや、あるよ、もちろん。じゃあ、俺がだからまたこうやって黙ると DM 来るからさ。いや、もうそのね、朝起きた時からあるよ。この思い返すっていうのってなんかいいね。なんか、そうだね。見つめ直すじゃないけどさ。確かに。改めて。確かに。いいところを。ときめきね。いいところを見つけるじゃないけど、なんかもう毎日いるのが当たり前すぎてさ、うん、当たり前と思っちゃダメなんだけど、うん、ね、うん、ちょっときらめきだよね。きらめき。きらめき、きらめきも欲しいけど。きらめきダメ。きらめきでもいい。ときめきね。うん、きらめき、じゃあ私のきらめいてるときは。きらめいてるとき。ニヤニヤしすぎ。難しいね、うん、やっぱ料理作ってる時が一番きらめきがあるかもしれない。見てないでしょ。見てるよ。いつもちょっとで横になってる。つまみ食いしてるの見てる。つまみ食いはしてるよく、うんうん、でもきらめき、あれはきらめき、うん、よかった。だって俺のためにそんな料理を作ってくれるなんて、そんなね、ありがたいことなかなかないけどね。そうです、ね、感謝だよね。感謝ですね。きらめきだよ。そういう感じいや、難しいね。でも探し、見つめ直すっていいかもね。なんか改めてさ、確かに、なんかあんまり考えてないじゃん。まあまあ、一緒に生活してるとね、なんかこう、当たり、お互い多分当たり前になっちゃってるから。そうだね。なんか割と嫌なことに目が行きがちじゃん。そうだね。腹立つとか、一緒に長くいるとさ、誰しもそう思うんだけど。そうだね。そうだね。うん。なんか、ときめき、きらめきを探すっていうのは、うん。いいと思う。確かにね。物をね、柔らかくして、はい、はい、していきましょう。はい、うん。これからもね。ね、これからも。ドライアイ、ドライアイつって、まずはね、は、半分。ドライアイつって。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ、ほんとに。やっていくわね。ね、うん、まあまあ、この調子でやっていきましょう。もちろんです。はい。はい。こんな感じで、この動画が良かったら、はい。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。いいね、今の。ちょ、わざと言うの。違う、出てこなかったんだよ。なんでわざと言うんだよ、おかしいやろ。